英国のモーガンモーターカンパニー、モーガンモーターカンパニーは12月6日、三輪スポーツカー、スーパー3をベースにした EV プロトタイプ、XP1 を発表した。将来の EV スポーツの市販化につなげる実験者の役割を担う。XP1 は、スーパー3のアルミ製プラットフォームがベースだ。この車題に、 XP-1 のために特別に設計された EV パワートレインを搭載する。バッテリー、モーター、インバーターを組み合わせた EV パワートレインには、モーガンのエンジニアが走行特性をミックスした様々な走行モードを作り出すために、速度に応じてスロットルと回生レベルを変化させるキャリブレーションが施された。 モーガンの114年の歴史と同様、将来の EV スポーツも軽量さが重視される。そのため、XP-1 の重量はベース車両のスーパーさんと同等とした。XP-1 は急速充電が可能な。CCS、カンビネドチャージングシステムに対応しており、双方向かい充電機能も備えている。 さらに XP1 はモーガンとして初めて電動パーキングブレーキ EPB を搭載した XP1 は走行特性やパワートレインの実験だけでなくモーガンがより幅広い EV 技術とデザイン特にエアロダイナミクスに対する知見を深める上でも役立っているという XP1 は 後続と効率を向上させるためにフロントエンドの空力特性を変更しておりこれらの改良により空気抵抗係数を33%低減した特注のインテリアディスプレイはユーザーインターフェース UI に関する研究開発を可能にする XP1 のディスプレイは継続的に進化し エンジニアとデザイナーは、ユーザーがどのように車両と接するか、また将来のスポーツカーで重要な車両情報を伝える最良の方法について、フィードバックを集めることができるという、XP1 のその他の特徴には、フロントカウルを囲む外部充電レベルインジケーター LED や、 新しいエアロダイナミックホイールなどがあるとしている。